心から皆さんに歓迎と激励の意を表し、ご挨拶を申し上げたいと思います。どうも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 、ありがとうございます。俺ね、はい、回文が得意でね。あ、回文、うん、えりたばし、え、のれみまじゅうくぼ、いや、墨汁まみれの柴田理恵、なんだこれは。中央大学文学部社会学科卒業、ナオト・インティライミでございます。イエイ。この1年やっぱりすごく大変だったから、本当に皆さんタイミングが、なんていうのか、なんで僕がね、なんで私がこの入学をする時にこんなことになってしまったんだと、本当に、皆様強く思っていらっしゃると思いますけど、大学生活を謳歌して未来につなげてほしいなと思います。コロナ禍で大学入学式を開催できていなかった私たちに、このようなセレモニーを開催いただいたこと、心より御礼申し上げます。去年開催できなかった入学式がこのような形で開催されて、今どのようなお気持ちですか？当初はもうできないものだと思ってたので、このような形でやっていただいてとても嬉しいです。まあ、コロナ禍でやっぱり1年間やっぱりオンラインの授業で、まあ、ずっと頑張ってきて、まあ、やっぱりこうやって対面でこう実際に皆さんと会えたことがやっぱりすごい嬉しくて、やっぱり これからこう1年間対面の授業とかも始まるので、まあ、そういうところで、まあ、やっぱり新しいスタートが切れると思って、まあ、今日来れたのが良かったなって思いました。